リターの関義弘です。今日は産業の競争力についてということで、大臣とまたお話しさせていただきます。私が政治家になっていつも抱いている夢なんですけど、日本の企業を世界ナンバーワンクラスに全部引き上げていきたいと、もうとてつもない夢だと思いますけど、それに挑戦しようということで、すごい夢やな、政治家になろうということで今も頑張らせていただいてるんです。最近のこう数字を見ておきますと、会社の時価総額ですね、1989年平成元年なんですが、この日は大変なことがありました。平成元年、何があったか。私が社会人だったんですね。はい、この時から私の社会人スタートでございます。この時の世界の企業の時価総額トップ10から、なんとトップ10に日本の企業7社入ってた。そうそう、私はすごかった。ゼロです。私はこの日本の企業世界トップにずらっと並んでいただく夢を持ってるんですが、私もこの夢をですね、自分の夢をしっかりと確実にこう掴み取っていきたいと思うんですけど、大臣、このような状況の中において、今回この産業競争力強化の法律、今の大臣の思いをちょっと聞かせてください。まず平成元年がそんなに重要な年だとはちょっと気がつきませんでした。経済産業省はいろんな産業分野を担当することになりますけど、自分が担当した産業が世界最強になるように仕事をするのが経済産業省の職員の仕事であるという思いで、仕事をするべきだと。一つ大きいのは、企業がですねチャレンジするということが、他の国に比べましてやはり弱かったのではないかなということは強く感じています。国内における設備投資や人への投資というものが、まあ明らかにドイツと比べても、まあ、後ろ向きになってきたということは間違いなく言えるんじゃないかなと思っています。経済産業省として社会課題解決分野を成長の源泉だと捉えて、そこに産業政策を強化をしていくという、まあ、経済産業政策の新基軸というものを打ち出して継続的に取り組んでいます。一方、こういうふうな政策、非常に重要なんですが、大臣も今おっしゃいましたけれども、世界との競争という、やっぱりこう独自の努力もありますが、世界と比べてというところは、やっぱり非常に重要な観点で、我々も常に世界の対応を意識しておかないといけないと思います。そういうふうな中において、世界の国はこんなこともやってるぞ、日本も今回こうやるけれど、それ以上にこんなこともやってるぞ、そういうふうなところの比較から考えた場合には、どのようなことがポイントになりますでしょうか。委員ご指摘の通りですね、国際的に見ますと、世界の各国が自国内への投資を促そうとですね、産業政策を活発化しているというふうに認識しております。我が国も世界の中で競争力を確保できる強い産業をですね、生み出していくためには、そうした他国との産業政策とのですね、競争にですね、対応できる投資促進策が必要であるというふうに認識しております。世界で活発化する投資獲得競争に対抗しまして、世界と比べて遜色ないですね、需要環境を整備するということを目的にですね、過去に例のない大規模長期の投資やイノベーションを促進する新たな措置をですね、であるというふうに考えております。